上の風景はなおも続く。千回の将たちは関ヶ原でダッキを追い詰めたが、ダッキは世に混乱を招くもの。それを逃がした人間にスサノオは激怒した。千回軍を束ねる者として世を乱す悪逆は打たねばならない。スサノオは親王とたもとを分かち、ナタと共にダッキを追った。やはり頼みになるのはナタ、なれのみ。そうだよね。スサノオがそう言ってくれるから僕も強くなる意味があるんだよ。ナタとなんだ、悟空か。僕たちは旋回から逃げたダッキを追ってる。我らの妨げとなるならば誰にも容赦はせぬ。おっかねえの、邪魔なんかしねえよ。相手がお前らだしな。それより俺もナタと一緒に戦っていいか。大昔に悟空、何をするつもりだ。スサノオさえ良ければ僕は悟空と一緒に出たいんだけど。ダク、ただし悟空、なれの行動に疑ったく合ってるっての。ああ、行こうぜ。案ずるの。先に進まねばダッキは捕らえられぬ。まだでする者は容赦なく打ち払え。僕に任せて。抵抗は無駄って体で分からせてあげるよ。俺に出ろって。来た。なんとしてもこの地で食い止める。さてと、俺様と遊んでほしいのは誰だい。失礼する。聞こえに出ろって。楽器を渡すわけにはいかぬ。楽器の思惑に乗るとは船舶。我らではいいように操られるだけ。ここは飛行。我々は命ある限り気候に抗うぞ。これ以上奴らを進ませるな。押し返せ。先は未来がかかってる。貴様なるぞ。全開に帰っちまえ。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。脆弱なる生き物くらい。はい。我らごときでは容赦に手向かえぬと知れ。上田さん、救援に来たぞ。俺たちの力でスサノオを止めよう。強そうな奴らがやってきたな。貴様が相手になってやるか。まずい。一度引かせていただく。だが狙うのがダッキと皮肉だが、最善の道ならば必ずや守り通す。サマラを倒して先に進むとしよう。この戦負けられぬ。それがし役儀を果たさず引くなどできぬ。故に再び戦場へと舞い戻ろう。私の部では及ばぬというのか。本分は果たせぬまま我になろうと我は止められぬ。共にねじ伏せて進むのみ。さすがですが将兵らの士気も高まりましょう。敵は覇者のために必要なもの。我らは力を合わせダッキを守るのだ。ふん、でもどれだけ集まっても無駄だよ。僕もみんなやっつけちゃうから。こんなところで倒れるわけには。これ以上の抵抗は無意味。我らに道を明け渡さば我らに用はない。ダッキー、混沌の闇に刺す一筋の光。我が真理にかけてここは通さる。おお、一段と冴えておいでですな。天下無双孫悟空様、今日も絶好調じゃないの。聞かせていただきます。こんな悲しい戦いなくなってほしい。スサノオ、一に手をかけるとは断じて許さぬ。冷める戦ぶり、お見事。これぞ天の助け、助立ち頼みますぞ。目の覚める戦ぶり、お見事。目の覚める戦ぶり、お見事。ですが将兵らの士気も高まりましょう。目の覚める戦ぶり、見事。おお、一段と冴えておいでですな。天下無双孫悟空様、今日も絶好調じゃないの。たとえここで敗れようとも我らの未来は我らの手で掴み取る。人の子らよ、弱き中に信念を宿すか。それを我に示したことは覚えておこう。ヤッホー、当然勝っちまった。やっぱり人間は弱いね。僕たちに抵抗したってなれど人の子の意志は強い。あるいはいいな、やはり我らの手でこそ。どんな戦いだってサノーに着くよ。悟空はどう？俺か？俺はやっぱりおっさん。おっと、スサノーに睨まれちまった。じゃあな、ナタ。なんだ、行っちゃうんだ。変な悟空。